Dry Hoop Radio. Okayama Voice Broadcasting. KB はタフな俺たちに任せろ。株式会社 KIG プレゼンツ Dry Hoop Radio。パーソナリティの原田さやかです。トライフープレディオは岡山のプロバスケットボールチームトライフープ岡山の選手コーチをお招きしてお一人お一人のパーソナルに迫っていく番組です。今回のゲストは10番ポイントガード22歳、ハンターコートさんです。ハンター選手、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、早速なんですけど、はい、ちょっと最初簡単にハンター選手のご紹介からさせていただきたいなと思います。東京都出身。ああ、そうですね。はい。どのあたりなんですか。西東京の方ですね。西東京。はい。その辺に立川の辺に。はいはい。基地あるんで。ああ。そこで。お母ちゃんが。なるほど。そこが実家です。はいはい。この後のこうご紹介でもさせていただこうと思ってたんですけど、はい、高校時代には日本代表候補にも出場されてらっしゃるんですよね。ああ、そうですね。はい。でも幼少期からサッカーとか野球とか陸上競技とかいろんな、そうですね、はい、ちょっと日本の学校とちょっと違ったんで、はい、部活っていうその1本だけやるじゃなくて、シーズンごとで分かれてたんで。え、シーズンごとなんですか。そうなんで、バスケはもう10月11月ぐらいから2月ぐらいまでしかなかったんで、その他の時間でどう過ごすっていう。めっちゃいいですね。そうですね、まあそうですね、いろんなバスケに向けてやってたと思うんですけど、はい、陸上だったり、はいはい、コンディション上げるためのやつ、まあ楽しんでたんですけど、高校から本格的にバスケに専念するみたいな。そうです、まあでも高校の後半ぐらいからバスケだけになったんですかね。あ、はい、中学校とかはもうちょっとサッカーとか野球の方が、はい、アメリカで住んでたんで、はい、野球とサッカーの方もちょっと真剣でした。へー、はい、でもめっちゃすごくないですか、それで今プロバスケ選手とか。どうですか。いや、まあバスケ、もともとそのバスケ大好きで。あ、大好きだったんですか。もともと一番下手かったんですよね、うん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 、バスケが一番下手なスポーツだったんですけど多分野球とサッカーはもう10歳ぐらいから本当真剣にやってて、はい、諦めたと思うんですよね、普通に。諦めた、はい、なんでバスケはもうずっと好きだった、はい、遊びでやってたスポーツだったんで、高校で一瞬に真剣にやって、はい、そこでまあいろんな、まあ、ありがたいことだったと思うんですけど、ここまで来たっていう感じですかね。なるほど、はい、ありがとうございます。でそんな高校時代を経て2017年に広島ドラゴンフライズに入団。あ、そうですね、はい。で2018年に横浜 B コルセアーズに移籍されて、ちょっと12月に結構な大怪我をされたっていうことで、はい、少しこう長期離脱っていうことになったんですね。そう、まあ、苦しんだ時間ですかね。はいはい。で2021年今年の9月、もう先月ですね、はい、にトライフープ岡山との契約が発表されたっていう、はい、そういう感じですね、はい、怪我の具合とかはどうなんですか。あ、もう全然大丈夫ですね。その大丈夫なんですか。その結構時間空けたんで、はい、ちゃんとした、はい、一回復帰して、はい、ここでまだ全然ダメだねっていう自分の中も、うんうん、まあ、怖がった時間もあったんで、これじゃあちょっと進めないなっていう感じで、もう一回リハビリに戻ったんですけど、はい、まあ苦しかったんですけど。そうですよね。そうですね、はい、結構じゃあその期間は割と自分の中でも今までにないぐらいちょっと辛かったりとか。そうですね、本当、まあいろんな勉強にもなりましたけど、そこでちょっと大人になったかなっていう。大人になったんですね、はい、そこで本当22歳大人になったんですね。まあそこで、まあ、やっぱ人生のこととかめっちゃ考えるんじゃないですか。だったらもうこれもう一回やったらもうバスケ無理かなっていうぐらい、うんうんうん、考えてたんで本当、はい、まあ、苦しい時間だったんですけど、そこでちょっとまあ大人になったかなっていう、まあ、本当いろんな人のサポートだったり、はいはい、まあ、一人で乗り越えたっていう感じではないんで、うん、まあ、でも良かったですね、そうやってまたバスケに戻ってこられて。まあそうですね、本当毎日毎日楽しいですね、はいはいはい、練習とかも全然、練習雰囲気とか全然なかったんで、はい、あ、そっかそっか。そうです、ね、選手とかで触れ合えるのも全然なかったんで、楽しいですね今のところ、はい、どうですか、トライフープ岡山来られてこう印象、チームの印象とかっていうのは。あ、まあ、そうですね、まあ、
残ってるメンバー結構多いので、やっぱりチームのケミストリーとあったり、はい、結構高い方だと思いますし、まあ、そこで入って全然その不安とか変なところなかったんで、はい、結構みんないい感じで入れてもらったと思います。あ、はい、じゃあなんかこうでもすごいキャラ的にもめちゃくちゃすぐ馴染まれそうな感じありますよね。いやどうですか、まあ頑張りますねそういうのはまあ大事だと思うし、うん、はい、そのチームあの、まあ、9月だったんで、はい、開幕が近かった、はい、そうですね、確かにもうそこでこれもスキルかなっていうぐらい頑張んないといけないっていう、そのチームのつながりが一番大事だと思うので、なるほど、はい、あのひるきさんからのコメントでは、はい、こう22歳っていう若さながら、はい、B リーグでの経験もあって、こうサイズしなやかさ日本でもトップクラスのガードだということで評価されてらっしゃるんですけど、はい、ポイントガードっていうポジションとしては、はい、すごくこう高身長な方なんですよね、ハンターさん。あ、そうですね、もともとアメリカでやってたんで、はい、まあ、全然ちっちゃい方だったんで、そうですか、はい、それでちょっと日本に来て、はい、まあ、結構全体的に平均がちっちゃいので、うん、そこで、まあ、自分ガードやってたんで、はい、それでもうそのまま入ったシュート、まあ全然その分からないこととかも全然ありますし、はい、まあ、全然そのケンジさんに言ってることに答えるように、もう全然頑張らないといけないところ本当ありますんでまあ頑張ります。ありがとうございますあのハンターさんのコメントも、まあ、ひるきさんと出会って、はい、ご自分の今後に対する展望と、はい、そのトライフープ岡山のチームとして目指しているバスケットっていうのが、はい、こうすごいしっくりこられたみたいな話を。まあ、そうですね、自分結構若さ生かして走りたいんで、はい、ケンジさんのバスケはもう走り回って、はい、まあ、そんな感じなんですね。皆さん、まあ、多分ファンの人たちご存知通りだと思うんですけど、はい、もう俺らはディフェンスして走るっていうのが一番目標だと思うので、うん、はい、まあ、バスケ分からない人でも楽しいと思うんですよ、はい、人から見てたら、はい、なんかすごい熱さがプレーから伝わってくる感じですよね。まあ、ケンジさんそのまま選手に与えてるみたいな感じなんでなるほど、はい、俺らがそれに応えるように頑張ってるんで、そこでちょっと自分入りやすいかな、入りやすいかなっていうのもありましたね、はい、なるほど、なるほど、はい、ありがとうございます。あのプレイヤーとして、まあ、またこの後の質問でもさせていただくかもしれないんですけど、はい、なんかこう自分のこうプレースタイルの特徴とか。そうですね、まあ、サイズ生かしてリバウンド取って走るのがポイントですけど、まあ、ガードとしてやっぱトライフープはシューター多いので、そのシューターたちを生かすプレーが一番目標かなっていうことですか、まあ、ディフェンスから始まるので俺は、まあ、ディフェンスで頑張るっていうポイントですか、はいはい。でもハンターさんの評価もお見かけしたんですけど、はい、シュートも打てるオールラウンダーみたいな。はい、まあ、そうですね、まあ、シュート今はちょっと苦しんでるっていうか、はい、はっきり言えばそうですね、まあ、怪我でちょっとおかしくなったんで、まあ、頑張るとこですね。そこが一番そこのないポイントだと思うので、そこをちょっと先輩たちに聞いたり、なるほど、頑張ります。はい、先輩たちというと、まあ、結構皆さん年上の方が多いのかなと思うんですけど、言っていいですか？どうですか、なんか一番今仲いい選手とかっていうと。そうですね、まあ、結構みんなそこに言うとみんな仲いいんですよ。はいはい、あ、いい感じなんですね。まあ、そうですね、まあ、9月とかプレシーズンの試合で結構遠征とか多かったんで、そこで本当みんなに仲良くなったくらいですかね。本当、そう、誰ですかね、まあ、グッチさんはそのガードとして、グッチさんとユーダイさんはガードとして聞きたいことめっちゃありますんで、そこでバスケの話はめっちゃユーダイさんとグッチさんにめっちゃ聞くんですけど、まあ他のユウスケさんだったり翼さんだったり、シューター生かすプレーが自分やりたいんで、そこに聞いたり、まあバスケ外でも全然聞きたいことめっちゃあるんで、みんな結構いい感じに答えてくれてますね。なるほど、はい、どうですか岡山、あの初めてですよね、住むのは。はい、そうですね、はい、なんかあの他の分の記事でお見かけした、ちょっと倉敷の美観地区とかは、はい、すごい楽しかったっておっしゃってたと思うんですけど、はい、 で、 すね、はい、でも今ちょっとなん、どういうとこでしたっけ、あの問屋町に行けて本当そこすごくおしゃれじゃないですか。嬉しい、東京の人に言われると、はい、なんでそこにちょっとハマってますね、はい、あ、そうなんですね、はい、そこにアサイボールってあるんですよ、は、はい、ハワイ、はい、ハワイの、自分あのハワイなんですよ、
実家が地元。あ、そうなんですね、はい、なんでアサイボーラーってそこちょっとハマってます、ね、はい、あのスーパーフードでしたっけ。そうです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 、そうなんですね。ウェイトだとすごく行くと食べ物もおしゃれですね。そうですかね。いや、トヤン町がすごくおしゃれだと思うんですよね。あ、本当ですか、はい、食べ物なんかこうずっと岡山なんで、はい、結構割と馴染んでずっとトヤン町も行ってるんで、ああ、んまり自覚がなかったんですけど。じゃあおしゃれじゃないですか。おお、はい、ありがとうございます。いや、ちょっとこれも触れようと思ってたんですけど、はい、あのモデルさんとしても活躍されてますので、はい、あの見ました、ゼクシーの。そうです、見ました。めっちゃかっこいいですよね。そうですか、ありがとうございます。すごいかっこいいです。ポパイとかメンズノンのスマート、あとユニクロ。そうですね、ユニクロとか GU とかやってましたね、はいはい、あとショーにも出演されて。あ、そうですね、ちゃいますよね。ショーと、はい、ファッションショーっていう話ですよね。はい、そうです、はい、歩いたことあります、はい、あのモデル活動としては、はい、今はちょっとお休みみたいな感じなんですか。あ、いや、まあ今岡山なんで、はいはい、ちょっと遠いし、遠いっていう部分もありまして、はい、まあ、本当忙しい部分もありますけど、まあそれで、まあ、高校の時はもう遊びっていう感じでやってたんで。あ、高校からやってらっしゃるんですね。高校でやってて、その自分別にバスケで生活できるぐらいっていうレベルで考えてなかったんで、うんうんうん、本当大学でお金払えるようにモデルしてたんで、はい、本当はっきり言えばその仕事バイトみたいな、はいはい、金のために大学行けるように頑張ってたんで、まあ、そうですね、まあ、そこで、まあ、全然違う世界だと思うんですけど、はい、バスケットモデルで。そうですね、まあでも そこでモデル消したらちょっといけないかなっていう感じもありますんで、うん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 、どっちも活かせるようにちょっと頑張って、まあ今はちょっと休みっていうか、はい、遠いですね、普通。なるほど。岡山でじゃあモデルのお仕事あったらしてくれたりするんですか。あ、まあ全然お願いします。実はめちゃくちゃ狙ってるんですけど。ありがとうございます。雑誌のフラグのモデル出演を狙ってるんですけど。全然、全然大丈夫です。じゃあそれはそれでちょっとまた値段も含めてご紹介してください。ありがとうございます。見てくれたのがちょっと恥ずかしいですね。いや、めっちゃ見ましたね。どうやって見つかったんですか。ハンターコートモデルで検索してめっちゃ見ましたね。あ、そうですか。ありがとうございます。すごいです。いや、ぜひあの今リスナーの方にも見てもらいたいですね、はい、ああ、そうですか。また全然印象が違いますよね、モデルさんの時とバスケの選手の時と。そうですね、はい、全然、もう本当全然違う仕事だと思うんで、仕事でもう扱いバスケは、はい、全然違う仕事。これからもまた機会があったらそういうモデルとしての活動も。ああ、まあ、全然あるいだと思いまして、うん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 、はい、でも異色ですよね、なかなかいらっしゃらないですよね、バスケ選手で。そうですね、まあ、高校の時めっちゃその体重全然なかったんで、体めっちゃ細かったんで、そこでそのファッション系っていう、はい、あのショーで歩いたりはできたんですけど、はい、今はちょっともうバスケ選手の課題にちょっとなってきたんで、結構腕とかもあれですね。なんでスポーツ系が多くなるっていう感じに、はい、あの事務所の方から言われてます。なるほど、はい、ナイキのモデルさんとかもされてたんですか。そうですね、まあ、高校の時結構ナイキにお世話になってたんですよ、はいはいはい、いや、でもどんどんそういう姿も見せていただきたいなと思ってるんで。、はい、よろしくお願いします。楽しみにしてます。ありがとうございます。Okayama Voice Broadcasting 後半戦ということで。あ、はい、はい、わかりました、はい。トライフープレディオでは選手の皆さんへの質問にあの一問一答形式でお答えいただいて、はい、後ほど気になった答えについてさらにお話を伺いしていきます、はい、あのこちらバスケットにはちょっと全然関係なさそうな、はい、はい、あのそっちの方が楽しいです。いいですか、はい、ありがとうございます、はい、質問もあるんですけれども、はい、あのリスナーの皆様に選手をお一人の人柄も知っていただくことでトライフープの魅力さらにお伝えできればなと思っています。はい、じゃあそれでは参ります。よろしくお願いします。好きなバスケット漫画のキャラクターは。漫画ですか。でも漫画実際自分漢字あんまり読めないんで、はい、そこで漫画はあんまり読んだことないんですけど、はいはい、どうですかね、まあ、アメリカの映画とかだったらスペースジャムとか
皆さんご存知か分かんないですけど、分かんなかったスペースジャムっていう本当、はい、ザ・バスケ映画っていう感じで、バスケ映画なんですか。バスケ映画ですね、はい、それ、まあ、こう若い時めっちゃ読んでました、はいはい、めっちゃ見てましたね。それこそバスケのアニメとかは どんなですか。あんまり機会がなかったですか。アニメはでも本当はっきり言えば自分2年前ぐらいから日本語勉強始まったんでそうなんですか。めっちゃ上手ですよね。いや全然まだ全然わかんないことあるんで、ただ広島のインタビューとか見ると全然もう日本語喋ってないです、はい、外人扱いだったって漫画とかアニメはもうこれからっていう感じですかね、はい、あ、そうなんですね、はい、でもなんか逆にこれからちょっとそういうのでは楽しみが、まあ、チーム、まあ、あのおすすめとかありましたら、ね、全然よろしくお願いします、はい、もうじゃあ絶対読んでほしいのがスラムダンクなんですけど。あ、そうですか。じゃあ読んどきます。多分みんな言うと思います。言いますね、はい、そうですね、はい、じゃあ読みます、はい、頑張ります。はい、じゃあ第2問、はい、憧れのバスケット選手は。そうですね、まあ自分めっちゃ若い時からコービー・ブライアントちょっと生でハワイ来て、はい、あの夏休みにプリシーズンゲームでコービー、はい、レイカーズとキングズっていう NBA のチームがハワイ来て試合あって、はい、そこでちょっと見させていただきました。生で見たんですか、はい、でその時からもうすげえなっていうぐらい、で本当いやもうコービーが亡くなった時はもう本当もう2日ぐらい動けなかったっていうぐらい好きです、ね、そんな悲しかったんですね。そうですね、まあ、コービー、まあ、皆さんご存知だと思うんですけど、はい、そのメントルだったりそのなんていうんですかね、メントルの強さがすごかったんで、そこをちょっと憧れですかね、まあ、バスケ選手としてももちろんすごかったですけど、うん、そうです、まあ、人として人間としてがすごかったんで、まあ、コービーの本とかを読んでますね、はいはい、なるほど、はい、あのもうすごい本当に伝説級の選手ですよね。そう、もう世界違うと思います。人間としてはもう全然違う人だと思います、はい、いや生で見た方って本当に少ないと思うんですよ。そうですね、まあ、日本は特にそうですね、はい、まあ、本当良かったです、感謝してます。うん、母ちゃんにリスペクト、はい、リスペクトしかないですね、はい、あの多分前インタビューさせていただいた方でもコービーさんのお名前挙げられてた方がいらっしゃったり、そうですね、本当日本のバスケ選手でも多分憧れっていう方で、あ、そうですね、いらっしゃると思うんですけど、はい、まあ、バスケ選手はみんな好きだと思うんですよ、ね、特にこの時代っていうか、はいはい、今バスケプロで活躍してる人は大体コービーの時代で育てると思うんで、ね、はいはい、そこでちょっとあります。なるほど、はい、ありがとうございます。じゃあ第3問、はい、自分のプレーの持ち味やアピールポイントは。そうですね、まあ、今年は特にトライフープでそのディフェンスっていう部分ですね、まあ、特に自分結構サイズ生かして前からガードの相手のガードに当たってそこでスティールだったりそこでチームメイトが走れるように頑張りたいので、うんうんうん、そこを注目してもらえたら嬉しいかなって思います。はい、なんか私もちょっとバスケ全然素人なんですけど、はい、ポイントガードの方がリバウンドが強いで、はい、すごいチームにとってはすごいいいメリットなのかなと。そうですね、まあ、はっきり言えばそのあの普通はそのでかい外人の選手たちが取ってアウトレットっていうガードにパス出すで走るっていうのはありますけど、まあ、自分リバウンド取ってそのまま走るっていうポイントがありますんで、はい、まあ、そこリバウンド好きでしたら全然めっちゃいいですよね。ぜひ注目してください、はい、なんかそのどっちもできるのが最強じゃないですか。リバウンドも取れるし、ね、まあ、外からこう切り込んでもいけるしみたいな。あ、そうですね、まあ、できればそのまま行きたいんで。あ、そうですね、ヒルキさんからも言われてるんで。あ、言われてるんですね、はい、頑張ります、はい、ヒルキさんとはでも結構そういうコミュニケーションはしっかり取ってらっしゃるんですね。そうですね、まあ、どっちも英語も日本語も喋れるんで、そこも、まあ、嬉しいっていうか、はい、ラッキーだと思いますし、はい、まあ、そこでコミュニケーション能力、うん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 、自分も上げたいんでそこでできるだけ、まあ、あんまり本当ケンジさんをあの選手コーチっていう感じか、はいはい、その選手に、うん、あの信頼できるように本当頑張ってるコーチだと思うので、うん、そこで俺らも答えないといけないっていう部分もありますね、はい、そこでちゃんと喋って言うことあったら全然言ってくれっていう感じでケンジさん言いますので、
そこで俺らはちゃんと自信持ってはっきり言うのがポイントだと思います。結構こうトライフル岡山に来られたこう理由というか、はい、動機ってひるきさんがいらっしゃるっていうことも大きかったですか？そうですね、まあ、やっぱりその他のチームでお世話になってる先輩たちとかで、まあ、チームにどこ行こうかなっていう感じで喋ってた時にも、うん、ケンジさんめっちゃいい人だからなとか、ね、結構他の B リーグの皆さんから結構いろんなそういう状況、はい、情報を聞いたんで、うんうんうん、そこで本当いい人ですねっていう印象ありましたね。で来て本当、まあ、いい人ですね、はい、なるほど、はい、ありがとうございます、はい、なんか前村さん、はい、このハンターさんの前の回で、はいはい、来てくださったんですけど、はいはい、めっちゃひるきさんのことをいじってたんで、あ、そうです、いや、そこは雄大さんのキャラじゃないですか。そうです、ね、自分ちょっといじったらまたもう全然違う方向で、まあ、雄大さん実際うまいので、あ、そこで自分そこまでうまくない、あの、いじり方がうまくないっていう部分は、はい、雄大さん本当いじり方が最強なんで、はい、バスケもうまいしいじり方もうまい。そうですね、なんかいじり方がもうだいぶなんかめっちゃいいっす、ね、そうです、なんか本気的にいじってるっていう感じじゃない、いじってるけど、はいはい、その笑い出せるようにいじってる感じあります、ね、なるほどね、キャラクターもだいぶありますね。面白い人ですね、はい、ありがとうございます。もちろんすごくいいバスケ選手です、ね、じゃあ次いきます、はい、第4問、はい、バスケット選手になっていなければ何の仕事をしていたと思いますか？そうですね、まあ、自分その大学行ってなかったんで、はい、そこで、まあ、まず大学生になってるかなっていう部分もありますけど、まあ、大学でその専攻っていえば、はい、その美術だったりアート系が結構好きなんで、あ、そうなんですか。ビジュアルのアートだったり結構そういうの好きなんで、そっち系かなっていう、まあ、そうですね、はい、デザインデザイン系ですかね、はい、その服だったり、あ、ビルも好きですよね、その日本のアーキテクチャっていうか、はい、そのビル建築系ですか、はい、建築とか、そうですね、あ、そうなんですね、はいはい、そういうのも似合いそうですね。そうですか。なんか作ったりされるんですか自分で？そうですね、まあ、高校の時は結構本当自分の服をめっちゃ、はい、あの高いやつ買いたかったんですけど、そんな金なかったんでまあ自分の服作ったりしてましたね、はいはい、あ、そうなんですね、はい、自分で服作る？そうです、まあ、縫ってるのをちょっと勉強して、はい、縫うのをちょっと勉強して、はい、そこで縫ってましたね。あ、そうなんですかえ、そういうのもインスタとかでぜひ公開してほしいんですけど。そうですか、まあ、分かりました、ちょっと頑張ります。ぜひぜひ頑張ります、はい、え、じゃあそのさっきちょっとねご紹介でも触れたんですけど、はい、モデルのお仕事されてたじゃないですか、はい、そういう部分でもすごいこうファッションに触れるのは楽しかったり。そうですね、まあ、モデルが始まる前からあんまり好きじゃなかったっていうか、まあ気にはしてたんですけど、うんうんうん、そこまでファッションを好きだったっていう感じではないですけど、うんうん、まあ、そこのそういう世界に入ってこれもすげえなっていう、多分結構人としてハマるタイプなんですよね、はい、あ、そうなんですか。これが好きみたいな、これがガーってなっちゃうタイプなんですか？ザーってなって他のやつ行っても、はい、まだ全然どっちもいけるみたい。へ、結構好きなこと多いですね。広げる本当、まあ、俺の母ちゃんめっちゃいいんですけど、はい、その人生をそういうめっちゃ広げるためのに人間生きてるんで、うん、まあ、バスケだけじゃなくてそのいろんなことを集中できるようできたらもっとバスケに集中できるんじゃないっていうこともありますんで、そこでまあ結構広げてます、ね、好きなこと多すぎてすごいいいお母さんですね。お母ちゃんはすごい一緒です、はい、本当に。ご家族とは結構今も頻繁に？そうですね、まあ、今アメリカにいますけど、うん、まあ、できるだけ毎日話します。うん、あ、毎日話すんですか？そうですすごいいいですね、仲良し。そうですか、まあ、それがもうずっとっていう感じなんで、はい、なんかもう毎日ですね。うん、なんか日本人の男性ってそんなにこう頻繁に家族と？そうです、特に若い方って恥ずかしいんですか？恥ずかしいというか、なんかめちゃくちゃ家族と仲いいっていう方の方がなんか少ないような印象もあるんですけど。そうです、まあ、文化の部分もありますと思うんですけど、まあ、
そこだけ外人かなっていう本当家族とめっちゃ仲いいですね。あ、妹もいますんで。あ、妹さんいらっしゃるんですね、はい、妹さんおいくつなんですか？妹さん13歳ですよ。13歳、はい、まだなんか可愛いですよね。まだ全然可愛いです。さっきも車の中喋ってたんですけど。あー、びっくりした。あ、テレビではですよ。テレビではで喋ってたんですけど、ちょっとバレエの練習で、はい、ちょっと緊張してたんで喋ってました。そうなんですね。めっちゃいい関係。いや、ありがとうございます。はい、はい、じゃあ第5問、はい、試合前のルーティーンやジンクスはありますか？そうですね、まあ、ルーティーンの方だと思うんですけど、まあ、できるだけ昼寝挟んでるんですよ。昼寝するんですか？はい、まあ、朝シューティングだった、まあ、昼の試合だったらちょっと難しいんですけど、はいはい、あの夜の試合とか多くなりますんで、うんうん、そこであの朝シューティングだったら朝ちょっと体を動かして、はい、もう一回集中できるようにできるだけ昼寝挟んでます、ね。はい、なんかリセットするみたいな感じなんですかね。そうですね。あとは最近この怪我明けなんですけど、ヨガにめっちゃハマってるんですよ、はい。ヨガするんですか？なんでヨガは試合前絶対やりますね、はい。あ、そうなんですね、はい。なんか面白いですね、ハンターさん。そうですか。すいません、もう全然違う方向行ってますです。恥ずかしいです。いいと思います。まあ、でも全然本当ルーティンになったらヨガです。ヨガなんですね、はい、なるほど、ありがとうございます。はい、はい、じゃあ第6問、はい、明日世界がなくなるなら何をしますか？そう、悲しい方ですかね、これ。悲しい方どうですか？いや、だって普通は家族にやりたいんじゃないですか。あ、そうですね。そういう、どっち系ですか？どっち系でも、まあ世界が終わったら、明日世界が終わるとしたら結構悲しい。笑いながらって言ってるんですけど、結構ネガティブなやつですね。悲しい方を言っちゃうんですけど、まあ、そうですね、家族でやりたいじゃないですか。はい、そうですね。すいません、ちょっと悲しい質問しちゃって。そうですね、何ですかね。でも明日だったら家族とめっちゃいいご飯食って、うんうん、一緒に過ごすじゃないですか。OK です。分かんないです。ちょっと次楽しい質問いきますね。そうです、はい、第7問、はい、女性のどんなところに魅力を感じますか？魅力ですね、そうですね、まあ自分結構うるさいんで、うるさい人結構好きですし、あ、まあ、面白くないとちょっと困りますね、はい、困りますか？はい、そうですね、まあそう、まあ、アメリカ あの文化かもしれないですけど、いえいえ、やっぱり、うんうん、その憧れの女性は母ちゃんに似てるっていうのありますんで、そこで絶対ないっていう、もうちっちゃい時から絶対、はい、それは絶対ないみたいな感じで考えてたんですけど、うんうんうん、でも最近なんか母ちゃんめっちゃ強いんですよ。強いんですね。強いんですよ。やっぱ外人と結婚してるんで、そこでやっぱりちょっと外人っぽいんですよね、母ちゃんが。そうなんですか？そうなんですよ。ほうほう、なんで本当多分母ちゃんもめっちゃ言うんですけど、お前はもう強い人じゃないと多分困るよとか言ってやっぱそういうところで育てたんで、はいはい、そっちの方が普通って感じなんで、うんうんうん、ちょっともう弱いって言ったら失礼だと思うんですけど、はいはい、その落ち着いてる系だったら、うんうんうん、多分ちょっと困るっていうか、物足りない、気持ち悪いみたいな感じ。そう、自分が気持ち悪いっていう感じにはなると思うんですよね。あ、じゃあ結構こうグイグイ。そう、いや、それでなんか、そうですね、女の子がめっちゃ俺のお世話だったりやってたら、はい、ちょっとこれはちょっとなんか母ちゃん全然そういうことやってなかったんで、うん、あ、そうなんですね。全然そこで、まあ、へえ、そうですね。じゃあついていきますみたいな人よりも結構自分の主張がちゃんとあっ て, っていう。そうですね、そっちがやっぱ両方上目指してるっていう人の方が好きですかね。なるほど、はい、自分がやりたいことちゃんと持っててそこに向かって頑張ってるとか。そうですね、はいはいはい、そっち系ですかね、はい、今多分リスナーの全女性がこうやって聞いてると思うんで、超注目して聞いてると思うんで。真剣で答えました、はい、ありがとうございます。真剣でさ、めちゃめちゃ真剣に答えていただいてありがとうございます。はい、はい、じゃあ第8問、はい、好きなミュージシャンと楽曲は何ですか？そうですね、まあ試合だったりラップとかめっちゃもう踊れる、こういうなんていうんですかね、盛り上がる系なんですけど、はい、
まあ、家で聞いたりすると、あの映画で結構そのミュージカル映画系結構好きで、そうなんですか。そこであのクイーンの映画見たんですよね、3年前。でそれでクイーンにハマったっていうか、はいはい、クイーンめっちゃ好きですね。皆さんご存知だと思うんですけど、そうなんですね、はい、見ました見ました。私 もう泣いたっすよ。泣きました、はい、泣きました最後、普通に泣きました。はい、なんかその一歩出るって感じじゃなくて、はい、普通に、はい、ダーって泣きました。はい、じゃあ最近は結構クイーンがお気に入りで。そうですね、そこからもう結構ハマってます。ありがとうございます。ちょっとあのいろいろプライベートなこともガツガツ聞いてしまって、ね、違うとこすいません。こちらこそ、はい、はい、あの今日はちょっと10月18日ということで収録させてもらってるんですけど、はい、ちょうど昨日一昨日と、そうですね、はい、少しこう、はい、悔しい敗戦とかがあったんですけど、そうですね、はい、あの次が10月22、23日、はい、アウェイで の横浜エクセレンス戦ということで、はい、まあ、ちょっと今シーズンっていうところなんですけど、はいはい、最後にあのファンの皆様にメッセージをお願いできますか。そうですね、まあ、今週本当自分らのバスケはできてなかった部分も本当ありますし、そのまあ結果をもう結果としてここでどうやって切り替えるが、うん、まあ、トライフープらしい切り替えするか、そこでちょっとポイントで考えてますんで、今日はもう切り替えて明日から頑張るみたいな、うん、今日から頑張るみたいな感じだと、うんうん、多分みんなそう思ってますんで、自分も絶対そういう気持ちでいくので、まあ、今週来週全然普通に試合ありますんで、はい、そこでまだ今週のこと考えてたらもうちょっと時間ないので、うんうん、もう次に向けて絶対勝つっていうのが、はい、まあ、みんな熱いと思いますし、まあそこでファンの皆さんのサポートも必要になってくると思うんですけど、はい、俺は絶対切り替えるんで、うん、まあ、よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。熱い気持ちで、ありがとうございます。頑張っていてください。いや、頑張ります。はい、半田選手、今日はありがとうございました。ありがとうございました。次回もお楽しみに。トライフープレディオは、警備はタフな俺たちに任せろ、株式会社 KIG の提供でお送りしました。トライフープ目指せ B1 リーグ。パーソナリティは雑誌プラグ編集部原田紗友香でした。ありがとうございました。ありがとうございます。ドライフープラディオ、ラディオ岡山ボイスブロードキャスティング。